こんにちは、ライムです。今回は召喚獣大討伐イベント、こちらの攻略動画になります。で、今回新しい試みとして、全チャレンジの達成人数分のジュエルを全員に配布という風になっております。で、これが1週間だね。今日から、来週の金曜日まであるという内容で、まあ先ほどね、読んだ通りなんですけど、全チャレンジを埋めた人、かける1ジュエル、っていう感じになります。なので、2032人だった場合、クリア者がね、その場合は、切り上げされて2040ジュエルを配布されると。で、対象としては全プレイヤーね。はい。ログインして全プレイヤーにそのジュエルが配られるという感じで、うん。っていう感じなので、まあ難易度としてはまあ激烈に高いですけど、まあちゃんとした得点があると。で、またクエストのチャレンジ報酬から魔石とかがもらえて、あ、なんかこれ今気づいたけど、開催終了後、早期達成した先着50名様を発表予定です。何？こんなのあったのか。これすぐやればよかった。すぐやればよかったわ。そうなの？こんなのあったの？まあ、多分50人の中に入ってそうな気がするけど。あ、こんなのあったんだね。知らんかったわ。まあ、いいか別に。先着なんて別に関係ないから、速さ関係ないからね、別に。ただ、ね。そういうのはあんま関係ないと思うので。この、クエストに関してはね。はい。まあ、とりあえずやっていきますが、これね、マジでね、やった感想としては、ジュエル渡す気ねえなっていう。シンプルに運営ジュエル渡す気ねえよって思った。全然強いよ。めちゃくちゃ強い。ので、僕の予想としては500人、よくて500人なんじゃないかなって思う。この全チャレンジ達成。だからよくて500ジュエルじゃないって思う。今例として2000とか書いてあったけど、いや、2000人もクリアできる人いないでしょと思って、今のアクティブ考えると。今のこのゲームのアクティブって2万人くらいだと思うんですけど、500人いないんじゃない？って思う。マジで。はい。まあ、そんなわけで、今回紹介するのが一番最後の、まあ、とりあえずリバヤさんやろうかなと思うんですけど、まあ、クエスト難易度めちゃくちゃ高いんで、まあ、その他のね、イフリート、それからラムーについての攻略動画は別でアップしようとは思ってるんですけど、今回とりあえずリバヤさんでいきます。まあ、リバヤさんが一番強いとはもう間違いなく。で、リバヤさんの注意点ですけど、まず、あ、そっか、前提としてこの、チャレンジとして全部でワンタンキル。そう。すべてワンタンキルでいかないと仕方ないので、次のターンに、攻撃プラスバフを持続させるとか、そういう次元の話じゃないので、ワンタンキルで行くしかないので、まあ、その時点で難易度は超上がってる。で、かつ、このリバヤさんについては、まあ、この辺のね、攻撃力を下げる技、防御力を上げる技っていうのは別に攻撃される機会がないので関係ないけど、ここは仕方していいんだけど、マジック属性の攻撃を吸収されるので、まあ、まずマジック属性は基本使えないと。で、その上でアップライトのダメージの反射もある。ので、このリバヤさん2つなんだよね。敵1体なんだけど、2つの特徴があるんで、結構縛りがきつい。アップライトとマジック属性が使えないっていう認識でいかないとならないので、だから逆に考えると使えるメダルがリバースメダルのパワー属性か、スピード属性。このどっちかしか使えない。基本。まあ、ダメージ1のね、アップライトとかだったら別に使ってもいいんだけど、うん。っていうところで、まあ、編成難易度が非常に高くなっていると。で、僕のね、手持ちがちょっと不足している部分もあって、ちょっと紹介できる、デッキ、僕が実際に使いながら紹介できるやつか。使いながら紹介できるデッキが一つしかないんですけど、とりあえずすでに勝ってる、方から、参考例として、ちょっと借りてきた、スクショを。
デッキのスクショを借りてきたので、それも交えてまあ紹介しようかなと思うんだけど、はい。で、まず、紹介したいのは僕がね、普通にやって勝ったデッキなんですけど、で、リバヤさんが、マジック属性なんで、基本的にはスピード属性で行った方が、編成難易度としては下がる。けど僕、スピード属性のリバースで強いのないんですよ。テラノートとか、ラクシールとか。そういうのないんで、もう、軽減される属性ですけど、バッドガイブレイカーでゴリ押したんで、バッドガイブレイカーじゃない、ごめん、ダークバイターだ。ダークバイターでゴリ押ししたんで、はい。こんな感じの編成になってます。はい。まあ一応紹介していくと、シオン、HD、SB、はい。これ、追撃、まあ追撃さえついてれば OK ですと。で、2枚目がアンジェリック・アンバー。はい、理想覚醒。で、3枚目が危険プログラム。こちらがまあ、まあ攻撃がついてないけど、地上と追撃さえついてればって感じです。で、3枚目。絶望するがいい。あ、ごめん、4枚目がセフィロスだね。セフィロスの理想覚醒。で、5枚目のセフィロスが、ウルトラ理想覚醒、追撃 120% ついてるやつ。で、スピリットワークがダスク。後ろコピーだね。はい。で、サブスローもこれ、マックス。ここまでして、ギリギリだった。編成難易度クソ高いよね。それはもう僕も重々承知なんだけど、これだけやってもギリギリ勝てる。ようやくギリギリ勝てるっていうレベルです。ので、めちゃくちゃ強い。そうなんですよ。だから参考にならないって思うかもしれませんけど、逆にこれぐらいしないと勝てないので、逆に言うとこれしか参考になるものがないんだよね。他に。ないんですよ。まあ、このやつ終わったら、その他の方のね、スピード属性で挑んだデッキを紹介するんですけど、まあ、ほんとマジで、勝たす気ないよ。運営はどうしてもジュエルを渡したくないらしい。で、パートナーメダルはセフィロス。絶望するがいい。はい、これまた理想覚醒ですね。まあ、マジでほんとすげえんだよ。すげえんだよ、マジで。はい。HP が700、まあ約800万か。これをワンタンキルでいかないとならないので。まあ、パワー属性、マジック属性相手にね、パワー属性で挑むこと自体も間違ってるっちゃ間違ってるんだけど。スピード属性の場合だとダメージ2倍入ってくるんで、そこら辺が結構大きな違いだよね。で、ワンタンキル条件なんで、もう、スーパーバーストに関しては開幕いきなりぶっ放してきます。で、リバヤさんについてはカウントがないんだよね。だからその辺を考えなくていい。これでカウントまであったらマジで鬼畜だったよなって思う。この辺はさすがになかったわ。カウントついてなくてマジでよかったな、こいつ。で、あとコンビアタックもあるかな、もしかしたら。1ターン目で全部発動しないとならないし、あとどこで発動するかだよね。絶望するがいい。5枠目とかで出てくれれば出ねえな。絶望するがいい。コンビアタック出ねえな。絶望するがいい。これいけるのか。コンビアタック出なかったぞ。絶望するがいい。いけるか、ギリギリ。絶望するがいい。で、まだスーパーバーストちょっと残ってるんで、ここでようやく出る。絶望する。あ、いけるか、ギリギリいけるか。で、スーパーバーストアンジェリックアンバーでいけるっしょ。はい、こんな感じでスピリット枠で討伐なんですよ、このデッキでも。ギリギリ。あ、でも追撃 120% は別にいんなかったな。5枠目のセフィロスのあれ、追撃 40% でも多分勝ててたね、この感じ。ダスクのスーパーバースト最後のスピリット枠の追撃部分あったんで、出撃 120% まではいらなかったか。はい、まあ、こんな感じです。で、ですね、僕の
まあ、知人である K さん、 K さんという方のスクショをちょっと紹介しますね。まあ、こんな感じの編成になってるんですよ。今画面に出てると思うんですけど、はい。これがまあ K さんも多分編成難易度をまあ低くしようと試みた結果がこのデッキだと思うんですけど、はい。僕がこの前にアップしたね、マンスリーマセキクエストの攻略動画とかでも使ってたフラッドとか入ってるんですよね。まあこれが普通のリバースメダル、何気にね、これギルトないんで、エネミードローの外れ枠だったんですけど、リバースメダルのコインプラスバフが2000とかついてたりとか、スーパーバーストにもプラス3500だったかな、ついてるんで、結構普通に使えます。使おうと思えば。なので、今までのね、ギルトないの、例えば、キーアートナンバー19とか、まあ、SB バニタスとかね、そういったメダルの攻撃プラスバフがついてないメダルよりかは、もうもはや、フラッドとかね、そういったメダルを使った方が、勝ちやすいです。うん。っていうところで、皆さんのデッキで、まあ、工夫してみてほしいんですけど、だから、まあ、このケイさんのデッキを見ると、やっぱり、その、スピード属性だからダメージ2倍出るんですよね。で、僕、パワー属性使ったんで、2倍どころじゃなくて、さらに軽減されてるんで、10倍より下なんで、ダメージが。そんな中でこのスピード属性のデッキ見ると、やっぱりその編成難易度だいぶ下げれるんだなっていうのを感じるので、まあ、テラゼアノート持ってるかどうかが多分ポイントなのかな。もしくはラクシーヌ。まあラクシーヌ2枚作って、理想覚醒作ってる人なかなかいないでしょうけど、うん。パワー属性よりスピード属性の方が層が厚いんだったら、まあ、ミッシングエイクでそっちを試してみた方がいいかもしれないですね。まあ、この、基本的にはこれどっちかしかないと思うんで、ダークバイターか、ミッシングエイク、もしくは、まあ、使ってもバッドガイブレイカーかな、この3つのキーブレードになってくると思うんで、はい。ですね。そんな感じなので、皆さんね、ぜひ試してみてください。で、あと、そう。パートナーメダルでシオンを使った場合っていうのも、まあ、ワンチャンあるのかなって思いましたね。パートナーメダルでシオンを使う、まあ、SB? あー、SB、あ、でも SB 反射されて死ぬかな。スーパーバースト反射されて死ぬか。自前でシオン持ってないとダメかな。自前でシオン持ってる方いたら、一枠目かなんかに設定して、多分、倍率乗らないところに設定すればミッシングエイクでも多分反射ダメージで1だと思うんですよ、普通に食らっても。なんでワンチャンシオンで SB 復活させて攻撃プラスバフガンガン盛るみたいな編成もできるとは思うんですけど、まあいまいち僕もね持ってないので使い勝手が分かんないけど、まあまだやりようあると思うのでね、とりあえず、はい、そんな感じです。次はね、ラムーだったりフリートも残ってるんで、こっちの動画も撮っていきたいと思いますので、まだクリアできてない方はぜひそちらもご参考にと。いったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。